皆さんこんにちは、インストラクターのまなみです。今回は足先の冷えを解消するための運動を行っていきたいと思います。皆さんも一緒にやってみてほしいんですけれども、準備していただくものがあります。このような小さなボールを準備してほしいんですけれども、ご自宅にテニスボールだったり、あとゴルフボールがあればそちらで代用できますので、このような似たような小さいボールがあれば使ってください。では、今回は椅子だったり、私は今回ブロックを準備させてもらったんですけれども、ブロックの上に座っていきます。ご自宅だったら椅子の上でも大丈夫です。下のフローリングだとボールがつるっと滑って、コロコロコロと転げていってしまうので、こういうヨガマットを下に引いていただいている方がいいかなと思います。では片方ずついきます。どちらでもいいです。右足左足どちらでも構いません。足の裏にボールが来るようにしていきましょう。でこのままゴロゴロゴロとボールを転がすようにして足裏をほぐしていきます。つま先の方からかかとの方に向かってほぐしていきます。でこの横側もしっかりとほぐしていってください。で土踏まずもしっかりとほぐしていきます。はい、全体的にちょっとコロコロコロとしたら、ちょうど足の裏ここですね、この部分にボールを置いてあって、ちょっと自分の体重をぐーっとかけるようにしていきます。ゆっくりと緩めていきましょう。もう一度ぎゅーっとこの足の甲ですね、広がるようなイメージでぐーっと押していきます。じゃあゆっくりと緩めていきます。今度少し下にずらしていきます。ちょっと土踏まずのところ、また同じようにぐーっと圧をかけていきます。緩めます。またぎゅーっと圧をかけます。この圧のかけ方は人それぞれだと思いますので、痛気持ちいいなと思うところで大丈夫です。では最後もう一つずらしてあげて、ちょっとかかとの上あたりですね、またぐーっと体重かけていきます。ゆっくりと緩めてぎゅーと体重かけていきます。はい、じゃあ動きを止めたら、今度指先のところにボールを置いてあげて、順番に親指から小指にかけて横に流すような感じですね。親指から小指にかけて、ちょうどこの付け根のあたりですね、指のこの付け根のあたりのところにボールを当てながらぐーっと圧をかけて、横にスライドしながらほぐしていきます。はい、じゃあゆっくりと動き止めていきましょう。はい、では反対も同じように行ってみてください。そうすると足の裏が少しずつポカポカしていくと思います。ぜひお家でやってみてください。終わります。